おはようございます。釣り子 TV です。アメリカンなルアーを使いこなせっていうことで、今回はですね、このラトリンログ使ってきてみましたよ。まずはですね、実況動画の方をどうぞ。これ使ってみようかな。スミスウィック、ね、ちょっと大きめのミノーですけど、濁っているかな。どうだろう、まあ、伝説のミノーですからね。お、伝説のミノー大丈夫だ。ミノーの釣りって結構春ばっかやっちゃってるんだけど、夏が過ぎて秋もね、絶対いいはずだね。濁ってて見えないけど、キレッキレっお、来た来たよ。おおおおおおお、ワームしか釣れないかと思いきや、よっしゃー。はーい、ねえ、ラトリンログで来てくれました。綺麗なバス、うわあ嬉しいな。これはちょっと初めてのね、ルアーで釣ると上がりますね。ちょっとね、秋からアメリカンルアー練習中ってことでやってますけども、まあサイズは40ないぐらいだと思うけど、ちょっとね、雨の中で、はい、こんな感じでジャーキングしてたらバシッと振ってくれました。じゃあね、逃げてもらいたいと思います。これね、このローグで、ワーム用に組んできたんですけども、グラビアスのハイギアのものに、トリックスターのね、ジグ&テキサススペシャルっていう 6.8 フィートの竿なんですけど、結構張りがあるんで、こうパンパンってジャーキングしやすいなっていうことで、このセットで試してみております。じゃあ頑張ります。はい、帰ってきました。パッケージから開けてね、小1時間ぐらいちょっと投げてみようかなと思ったところ、結構ね、まあ雨が降っているなんていういい状況もあったんですけども、サクッと魚が釣れてくれました。まあなんというか、食わず嫌いじゃないんですけど、昔はねよく使っていたんですけども、最近のあの重心移動システムとか、いろいろなね、塗装が綺麗だとか、そんなことで結構ね、日本のミノーとかね、使うことが多かったんですけども、改めてね、久しぶりに使ってみていいですね。なんかこんな感じのザ
ルアーって感じのね、ジャーキングって感じでね、あの遊んでこれたんですけども、これがね結構あれあれあれと思ったらね、いつの間にか魚が釣れてくれて、やっぱ釣れるんだなというところと、使ってみてすごい感じたのが、なんか以前はやっぱりなんだろう、重心移動とかが入ってないからあんまり飛ばないなとか思って、そんでねちょっと疎遠になっていたっていう経緯があったんですけども、最近のリールで投げたらすごいね使いやすかったんですよね。結構ベイトフィネスって言われてるようなリールとかがですね、これはこういうのを投げるのにもベストマッチだなと思って、まあ自分はグラビアスベイトフィネスまでできちゃうよっていうあのリールで使っているんですけども、例えばカルカッタの BFS であるとかね、シマノで言うとBFS シリーズが、まあ、軽いルアー投げるのに特化してますし、ダイワはもちろんね、いろいろなその軽いルアーまでいけますよっていうねリールやっぱりたくさんラインナップしてると思うんですけども、そういったまあ分かりやすく言うとベイトフィネスって書いてあるようなリールで、この手のねちょっと昔ながらのを投げてみると、なんか再発見というか、あ気持ちよく飛んでくれるんですよね。で気持ちよくアクションができる、結果魚もね反応してくれちゃったっていうことで、ちょっとねまああとはダム湖でそこまでスーパードエントっていうシチュエーションも自分の釣り場では少ないっていうのもあるのかもしれないんですけども、この手のですねそこまで飛距離、は出づらいかもしれない、でもアクションは最高にいいぜっていうのを投げるのに、まあ、最新のタックルで取り組むと結構以前のイメージと違うなっていうのをまず第一印象で感じました。でまあ使ってみてはこのリップですよね、これ薄くて、でこの細身なボディの割にはこうテンとねちょっと大きめのリップなんですよね。これでもう少し軽やかに、動くというかですね、チャッ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 って動くのかななんて思って使ったらですね、非常になんか水押してるなーってのをね水中で感じるんですよね。もうダッダッてこうドゥイッスイッチを入れるとドゥルッ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 っていう感じでね、水をブリンブリン押してる感じがすごいあって、まあ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 ちょっとね一匹釣ったぐらいでどこまでそんなね語れるのかっていう話ですけども、まあまた今後もね秋口とかベイトフィッシュ追う時期まだしばらく続くんで、ねいっぱい投げてみて、さらにこんな調整とかね針変えてみたりスプリットリング変えてみたりとかいろいろやってみようかなと思うんですけども、まずもってね非常にまあこんな表面にはボコボコのねスミスウィッグ独特の塗装があって、ペイントアイで、まあなんといってもこのアメリカンルアーっていう感じがねすごいかっこいいんじゃないかなということで、で今回もね ABS ねアメリカンバスショップさんの、通販でお取り寄せっていうことで、まあいろいろねこう探したんですけども、この色いいなと思って、こんな感じでホームページに詳細な説明が書いてあって、スミスウィッグの、サスペンティングラトリンログっていうねやつを買って、まあスミスウィッグ ASDRB1200 のログはパッケージにも書いてあるが、サスペンディングプロログという呼び方で親しんでいるアングラーも多い。アメリカのバストーナメントでもかなりの実績を持っている実力派ミノールアーの一つ。使い方は手首を中心とし、ロッドを9時6時まで一気に振り下ろして素早く戻す連続した動きをするジャーキングがほとんどだ。サスペンドミノーはバスの活性に応じて水中で止めておく時間もバスに噛みつかせる大事な要素の一つ。最大潜航深度は約 2.5m、 トローリングでは最大 4.5m を超えてくるサスペンドモデルであるということで、まあ8分の3オスだよ、まあ、10.6g だよということと、まあそうですね、カラーはいろいろ選べるんですけども、結構ね使いやすいルアーなんですが、価格が1070円っていうことでね、
非常にお値段的にも買いやすいんじゃないかなということで、そんな感じでまあこの ABS のホームページね開いていろいろ見てくると、その各ルアーのね説明とかが分かりやすく書いてあるので、アメリカンルアーねちょっとどんなのがあるのかななんて興味ある人はですね、ここのホームページいろいろと見てね、あこんなルアーもあるんだとかね、まあ自分も本当知らない使ったことないルアーがいっぱいあるんで今研究中なんですけども、ちょっとねこれは買ってパッケージ開いて速攻でブラックバスが反応し、まあまあまあ伝説のね釣れるミノーですからね、そんなのも知ってるよっていう感じですけども、改めてね使ってみたら非常に使い心地が良かったんで今回動画にまとめてみました。というわけでね今回はねこちらスミスウィックのサスペンディングラトリンログね、これを使って、ブラックバスを釣ってきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。